こんにちは、のです、えー。先日50になりまして3、4日経つわけなんですけどもやっぱ50になったから意識したっていうわけではないんですけどもやっぱりね、年齢を気にせざるを得ないかなと思いますねいくら否定していても50過ぎたという現実は変わりませんので40代とはねなんか一気に10年年取ったような感じがしますよね <laughs> まあでもだからこそなんですよだからこそ50歳でいる自分を捉えてそれをね40代30代に引き戻すことはできませんけどもでも 精神的的肉体的なリフレッシュっていううのはででできると思うんですよで今回ねあの第2の心臓と言われているふくらはぎを中心とした足について足からアンチエイジングをできるということでね私もウォーキングなどをしているんですけどもその後、ね、あのね足のマッサージとかもしてるんですけどもこの足をね専門的に、えー、ケアすることによって本当にねこう心臓もねものすごく頑丈になり丈夫になり精神的にもメンタル上がってきて本当に何かハッピーになるようなね、まあ、そんな。 あオンラインサロンがあるんではなかろうかということで、えー、探していたところちょっとね広告を見つけましたこれ、ね、広告と言いましてももうやたらめったら空にベタベタ貼るもんじゃなくて、えー、今回のねこの画像っていうのは私の方にメールで、えー、舞姫大学の舞さんが送ってきてくださったんですよ舞姫さんがねでまあ見てみるとね色々いろいろと見てみるとここ書いてますね50歳スタート足からのアンチエイジングという風に私が考えてることま,まさに一緒なんですよこういうのないかなと思ったらあったということでね でナミさんはずいぶん前から舞姫さんはねずいぶん前からこういうふうな足のケアについてすごくお話しされてることがあって動画も残してるんですけどもあ確かにねこういうものっていうのは求められてくるよねと思ったわけですよというのが誰でも50歳になるからですよでしかもこれ50からって書いてますけども40代でやればもっといいですよね年齢っていうのは確実に1年たてば1歳年を取りますんで全部他人事ではないんですよね50歳から始めることって 早く始めれば始めるほど50歳になってもまだ30代みたいなねそんな自分を保つことができるんじゃないかなと思いますこういう風に書いてます100歳まで健康で美しく歩ける足を1日5分のセルフケアで一緒に作りましょうねセルフケアですからだから自分で色々と細かく調整できるってことですねその方法を学んでいきましょうということになりますくびれ足体験会ワンデー体験セミナー 10月25日火曜日13時から場所はズームですんでオンラインです。イエーイ。90分。ちょうどいい時間ですね。で、今回通常1万5000円を無料招待3名様限定。あ無料ですよ。だから早くメールして申し込まないとこれ。で、メールはどこに送ればいいのかちょっとわかりませんけども、私の方にとりあえずメールください。そうすると私の方からね。 えとりあえず私のこの動画を見てメッセージくださった方がいましたよってことなんで私の方からナミさんの方に転送しますんでね、えー、一旦私の方で受け取らさせていただきたいと思いますので今回はそういった形でよろしくお願いしますナミ、まあ、さんがねオッケーですよって言われればナミさんのメールアドレスを動画概要欄に貼っておきますので、えー、次回からそういう風にしようかと思います、えー、今回50歳スタート足からのアンチエイジングで若返りたい方とかね 生生き生きとハツラツとしたた人生を送りたい方なんとなくハッピーになりたいよって方がねこの第二の心臓と言われてる足に特化したこのオンラインサロンとりあえず90分受けてみたらいかがでしょうか今回1万5,000円が無料です1万5,000円もらえたことになりますよよよかったですね是非この3名様の限定スポットあなたの懐にこの3名の席をゲットしてみてください それではメールお待ちしてます。とりあえず私のメールアドレスの方に足からのアンチエイジングということで送っていただければ幸いでございます。それでは。